三重県立水産高等学校は三重県島市島町和具にある県立水産高等学校。地元では水高と呼ばれる。高校野球等では三重水産と表記されていることもある。かけがえのない海を守り命を尊び、海の恵みを活用する豊かな人間性を備えた人材を育成するをスローガンに掲げている。校訓は出実合見。 新種官位である。11月に学校祭が行われる。また、過去に三重県立島高等学校と合同で日頃のかつ成果の発表を行う水高、島高フェスタを開催していた。本校は県立高校で三重県全域が学区であるが水彩系の高等学校は全国的に少ないため高校水産系学科のない府県の生徒の出願が 認められる特例があり、本校には、三重県内は、元より、これらの府県出身の生徒も在籍している。なお、2019年度より、各学科の定員の5%について、水産系学科のある都道府県を含め、全国から入学を認めることになったが、前述の特例も維持されており、高校水産系学科のない府県の受験生は、引き続き5%の枠外で、志願できる。 かつては遠隔地出身の生徒を対象とした黒潮寮が校内に設置されていたが、現在は廃止されている。ありがとうございます。